金友高い雪は日本の政治活動家、日本国民党情報宣伝局長、元、排外者代表、岡山県出身。1985年8月27日、岡山県で生まれる。子供時代から右翼に憧れ、他の子供とは異なり、外戦者の絵を描いていた。中学時代に山口ニアに感銘を受けたことから民族主義に目覚める。高校時代に、 野村修介などの著作を読み、右翼思想に傾倒していった。2004年、愛国的興風に惹かれて、国士館大学生形学部に入学。普通の大学になりつつある大学に落胆し、国士館精神を追い求めた。学内の民族派系学生サークル、広告士館研究会に加盟して活動するとともに、学外で民族派の活動、拉致被害者救出運動などに、 積極的に参加していった。在学中に政治団体維新政党、新風に入党し、学生部長となった。サラリーマン生活を送りながら政治活動を継続した。従来の右翼のあり方に疑問を感じ始め、運動への情熱が次第に薄れた頃、主権回復を目指す会や在日特権を許さない市民の会の活動を知り、こういった 市民目線からの運動こそが変革を実現すると確信するようになった。2010年、自ら、排外主義なる上位思想を提唱、自身の団体、新上位運動排外者を結成。自ら代表に就任した。排外者結成以降は、多種多様なデモや集会を指揮し、支部組織が北海道、関西、九州に設立された。 機関誌海外新聞を発行。中国観光客に対しての抗議活動や、チャイナタウンの生態調査など、既存の運動手法にこだわらないスタイルを追求した。2012年6月25日に、ハ外社公式ブログにて、ハ外イ社解散宣言を行った。ただし解散はあくまで本部のみで、各地の支部は2012年まで引き続き活動した。学生時代に、 政治団体維新政党、新風に入党し、学生部長、世田谷市部長を歴任した。次第に、党運営や、運動方針で党の主導者らと対立するようになり、2017年に、東京都本部前代表の鈴木信幸らと共に、除名処分を受けた。2018年、鈴木信幸を代表とする。 政治団体日本国民党の結成に加わり、情報宣伝委員長に就任した。街頭運動、書籍や論説の執筆、地方講演など、団体の中核として活動している。ありがとうございます。